この打席が終わればあと3打席ってところですか。そうですね、シーズン規定打席、ね、そうですね、そうですよね、はい、三塁線決めた。三塁ランナー、そしてセカンドランナーもホームに帰ってきました。打った松本剛、ゆっくりと二塁に行きました。代打松本タイムリー、5対2になりました。タイムリーを放った松本、ダイソー送られます。いや、三塁線を鋭く破っていきました。まあちょっとね、甘くは入ってますけれどもね。今の宮森の腕の振りはどうだったでしょうか。まあまあ、カーブなんでね、そこまでこうまっすぐやフォークのようには振れはしないですけれどもね。まあ、やっぱりちょっと弱かった。